界の皆さん、こんにちは。光ニウムです。でここはですね、東京都多摩市長山の長山駅のところからバスに乗って、まあ、10分ぐらいかなのところにある、見たまんま長山桜通りっていう通りの入り口のところですね。で向こうの方にも桜が咲いていますが、であっちにあるのは学校ですね。でここの通りは長山一丁通りという通りになります。でこの長山一丁通りをずっと行くと鎌倉街道につながって、鎌倉街道をずっと行くと尾根関西に出るという感じでしょうか。でこの通りはその名の通り桜が咲いている並木道になっています。ということで今回はこの長山桜通りの桜の様子を見てもらう動画を撮影しましょうということです。でここら辺り一帯は周囲は団地ですね。多摩ニュータウンの典型的な団地という感じでしょうか。まあ多摩ニュータウンといっても開発当初は家がついていても、開発からもう50年は経過しているので、住人の高齢化とか建物の老朽化とかそういう問題が出てきている、そういう感じですかね。まあ自分も一応多摩ニュータウンの住人なんで、ある程度地域の高齢化とか人口の過疎化っていうのは関わってくるんですけどね、本当に。多摩ニュータウンも結構幅が広くって、多摩市の南部とあと八王子の南部、それと町田とかあるいは稲城とかそういうエリアにまたがってるわけですよ。で各々が別々に行政を担当するとすると結構大変だろうから、一緒のことまとめて多摩ニュータウンの問題を扱う多摩ニュータウン地区とかそういうものを作った方がいいんじゃないかとか、そういうふうに思ったりしますよね。要するに多摩ニュータウンのエリアを本来の行政市から独立して一つにまとめて多摩新市とかっていう、そういうものを作るとかっていう、そういうことをやった方がいいのかもしれないかなとか思ったりしますよ。まあとにかく今回の動画の主役は今見てもらっている桜になりますね。でここの桜は多分10月桜にあると思うんですけれど、10月桜は10月ぐらいから開花して翌年の春まで散発的に開花が続くというそういう桜のようで、でこの長山桜通りの終点かのところにはあれはなんだっけ、御嶽神社だ、長山御嶽神社っていう小さい神社があるんですよね。で長山御嶽神社とその周辺の桜の様子とかは去年の段階で投稿しています。で今回の動画ではバスに乗って一丁通り、長山一丁通りの方まで来て、ずっと桜通りを下っていくと、そういう感じの動画になりますね。ということでメズネと長山5というふうに書いてますね。でずっと団地が続いていてということで、で今回の動画のスタートポイントはこの辺りで、今回の動画のスタートポイントはこの辺りで、ここが長山一丁通りになりますね。でここら辺りに、ここら辺りに鎌倉街道が通っています。
で、ここら辺りに尾根幹線が、ここら辺りに尾根幹線が走ってるって感じですね。で、鎌倉街道と尾根幹線が交差する辺りがこのぐらいにあって、ここら辺にブックオフとかハードオフとかあるか、あるという感じの位置関係になります。で、これまでこの長山の動画も何本か投稿してますが、で、長山桜通りで、多摩市ミニバス東西線左循環と書いてますね。で、この路線はどういうバスかっていうと、まあ、平たく言えば長山駅から多摩の南部の方をずっと、多摩市の南部の方をずっと通っていって、で最終的にぐるっと回って京王多摩センターの駅とかを通過して長山駅に戻ってくるっていう循環路線になりますよ。要するにそういうバスが走っている道路がこの長山桜通りということですね。うん、花の感じとして言うと満開っていうよりは七分咲きっていう感じでしょうか。まあ花っていうのは満開になっちゃった後はもう散るだけなんで、タイミングを逃すとあれなんですが、七分咲きだったらまた改めて取りに来ることもできますかねという感じでしょうかね。どっちに転んでも緊急事態宣言が解除されてるんで、まあ花見自体は NG なのかな。要するに蜜を作って酒を飲んだりしてやるような形の花見は NG で、こうやって桜並木の動画を撮ったりする分ぐらいには OK でしょうということですよ。で、自分のこういう動画を見ることによって花見気分を味わってもらえればなって、そういう感じですね。とにもかくにも今現在であれかな、8分か、とりあえず15分から20分ぐらいを目標にしてこの動画を撮る感じですかね。どっちに転んでもこれから先いろんな種類の桜がどんどん時間差を置いて開花する感じですよね。日本人の精神性とかそういうものにはやっぱり桜は密接に絡んできますよ。まあ日本人の精神性でいたって最近は厳しく低下してるような気もしますがね。何かあるために人を叩いたりして、あるいは人の足を引っ張ることしか頭に連中が権力の座に使う行動したりして、そういうのは本当に浅ましいとしか思わないし、この辺はあれか、向こうの方は団地がずっとありますね。で、こちら側は一戸建ての住宅がずっと続く住宅地のエリアになっているんですね。で、長山方面のバスが行きました。この次はどの子のぐらいのバスなのかという感じがしますが、
撮れてますかね。一応今回の動画の主役は桜なので、上の方はどうなってるのかな。うん、上の方は団地がだーっとついてますね。ここは公園なのか。ここは公園になってるようですよ。カラスがいます。ここは少し高いんで、高いところから桜通りの様子を見てもらえるかって感じですかね。満開の時に来ればいい感じですけど、そう都合よくタイミング満開の時に来れるわけじゃないんでね。いつが満開ですよっていうことを誰かが教えてくれるわけでもないし、向こうの方はなんかあるな。向こうの方に行ってみるか。あはは。あそこの橋から、あそこの橋から見ると、上から桜通りの様子が見れる感じになりますかね。そうすると、で、あの橋のところにちょっと行ってみましょう。今は長山桜通りの上のところの通りを歩いていますが、ここも綺麗ですよね。桜が咲いていて、うん、この辺はすぐそばに、ジシーちゃん、すぐ近くに桜がありますよ。これはあれですね、手が振る、手を伸ばせば届く距離に桜の花があります。ここは緑橋というそうですね。こう
ういう感じでずっと桜通りの桜がついてますね。向こうの方はああいう感じですが、まあ道路が曲がってるんでまっすぐに延々と取るっていうことができませんが、ああなるほど、さっき登った公園のところだ。ここはとにかく橋の上のところから桜を見てもらいました。結構至近距離から桜が撮れたと思いますよ。とにかく手を伸ばせば届く距離に桜があったので、あれぐらい ドアップで桜見る機会ってなかなかないんじゃないでしょうか。で引き続いて桜通りに降りてきました。ここからはまた団地ですね。長山5丁目。なるほどなるほど、こちら側のエリアが長山5丁目で、こちら側のエリアが長山3丁目ということなんですね。とりあえずあれかな、じゃあ15分経過したのでここでまた動画を一旦切りましょう。